この右の拳はいいね。あの名シーン、ソーが巨人族に愚かな戦いを仕掛けたことを責めている途中で、ロキが話しかけてきたもんだから、の手だよね。アスガルドとは場所ではない。民がいる場所がアスガルドだ。というわけで皆さんこんにちは、ジェイズホビーベースへようこそ。さあ今回紹介するフィギュアはこれだ。マーベルレジェンドインフィニティサーガオーディンです。こちらの商品は MCU 作品の中から名キャラクターを商品化するインフィニティサーガより、映画マイティソーからソーの父親であり全能の神であるオーディンをフィギュア化したものです。以前はビルドフィギュアとして出ていたオーディンですが、僕はそれを持っていなかったので今回がめちゃくちゃ楽しみ。では早速パッケージから見ていこう。デザインはいつものインフィニティサーガで、名前がオーディンと、そして映画タイトルの部分は日本のマイティーソーではなく海外のソーそのままですね。いやこのパッケージ本当ね、この白押しがかっこいいんですよね。キラキラしててわかるかな。で横はいつもの感じで、後ろはポスターデザインと説明書き、英語わかる人どうぞ。で反対と下と上と、では開けていこう。オーディンカモン。おーいいですね、このおっさんぷりが。僕はおっさんキャラ大好きなんでねいやいや、アンソニー・ホプキンスおっさん呼ばれしちゃダメか。もうこれはね最高じゃないでしょうか楽しみ。ではブリスターから取り出してね、じっくり見ていこう。まずは造形を見ていこう。全体はこんな感じ。お顔はどうでしょうか。演じているのはもちろん名優アンソニー・ホプキンス。彼の年季の入ったシワの感じだったり、鋭い目の塗装だったり、いいですね。アイパッチが、これね、兜の隙間が大きいのか、もうちょっとね、この隙間が埋まると良かったですね。あとは塗装がね、茶色なんだけども、ここはね、兜と同じゴールドだと良かったな。ヒゲのモールドはとても細かくていいです。さあ、頭に被った兜ですが、これは成型色の軟質素材ですね。造形はとても劇中に沿っていて素晴らしい作りになっています。後ろはこんな感じですね。モールドも細かいですし、こういった隙間、これねしっかり空洞になってます。でこの兜取り外しがこれできるんですね。もうくっついてるヘッドだと思ってたんですけども、こんな風にノーマルのヘッドに取り外し取り付けが可能になっています。これは嬉しいですね。兜を外すとこんな感じ。左目の上に傷があって、髪の毛のモールド、そして塗装も細かいですね。上から見るとこう。体はどうでしょうか。このアーマーのデザインめちゃくちゃ劇中通り細かく作り上げられてます。いやこういったねラインだったり、そして胸の中心のこのね段になってる部分とか、これ細かいよね。残念なのがちょっとゴールドの塗装の部分が劇中と少し違うのがちょっと残念かな。もう造形はねもうパーフェクトと言ってもいいぐらいよくできています。肩のプレートもマントでちょっと見えませんが、しっかりと作り込まれています。腕のこのディテールだったり、前腕のアーマーの塗装だったりも細かくていいですよ。手の作りなんかも血管やシワで、しかも大きくてたくましい作りになっていて、これは素晴らしいですね。マントはこんな感じで軟質素材になっていて、形なんかもとてもいいですね。まあ、残念なのはここでつながっちゃってるんで取り外すことはできません。ちょっとねこう曲げてみると、ここでね穴と
凸がありますけれど、まあ、残念ながら取り外しはできないと。鎧の背中の造形なんかも細かく作られてるんで、ちょっとここ残念だな。取り外しができると良かったんだけどね。下半身はズボンのモールドが細かくていいです。で、ブーツはシルバーの差し色がいいですね。ブーツの上の部分はこれよく見ると表面がザラザラしていて、下の部分はツルツルになっていると、これも細かいね。後ろから見るとこんな感じ。足の裏はこう。では可動を見ていこう。頭部左右はよく回って、傾きは若干ですね。上下は下、上、まあ少しかな。体は腰の部分で可動があります。左右がよく動いて、前後前はほとんど行かない。後ろは結構行きますね。でもマントが、まあ、邪魔してあんまり反ることはできないかな。肩なんですが、左肩はもうマントが干渉してこれ以上は上げられませんね。これは残念。右肩も曲げればここまで行きますね。で、360度はやっぱり無理です。ここまで上げられます。で、ここでロールがあって、これは嬉しい。で、二重関節で腕はここまで曲がります。素晴らしい。で、手首はぐるぐる回って、この手は上下の可動だね。よく動きます。下半身は真横に上げるとここまで、開脚はこうで、腿のロールがあって、足を前に上げると、素晴らしいですね。90度。後ろはまあちょっと行くかな。で、膝は二重関節ですがここまでですね。足首は上にちょっとあって、下はほとんど行かないです。で、左右のロール、これが嬉しいね。で、内側外側に可動があります。今度は付属品を見ていこう。まずは交換用ヘッドパーツ。これはどういった表情なんだろう。僕はね、なんか笑ってるように見えるんだよね。まあ歯を食いしばってるようにも見えなくはないんだけど、なんともこう微妙な威厳をあまり感じないフェイスパーツになってます。で、頭部のジョイントなんですが、従来のマーベルレジェンドのボールジョイントと違って、つなぎ目がこれね、見えなくなってますね。これは自然な感じがしていいとは思います。交換するとこんな感じ。やっぱりあまりこうパッとしない感じに見えるんだよね。で、兜もね、被せてみよう。あれ？あれ？あれ？これ、このヘッドパーツにこれ、兜はまんないね。髪の毛がノーマルのヘッドよりも盛り上がってるんで、あ、このヘッドは兜を被せない前提で作られているようです。次はオーディンの武器であるグングニル。ウルという希少な金属で作られた最強の武器だそうです。あのムジョルニアよりもはるかに強いということで、オーディンがいつも持ってますよね。塗装はなくゴールドの成型色ですが、造形、モールドともにとても細かく作り込まれています。持たせてみるとこんな感じ。これこれ、この威厳のあるすだちがもう一番オーディンはかっこいいよね。もちろん両手に持たせて全能の神の戦いも再現できます。あとは交換用のハンドパーツ。右手には握り手、左手には何かを握っている手ですね。この右の拳はいいね。あの名シーン、ソウが巨人族に愚かな戦いを仕掛けたことを責めている途中で、ロキが話しかけてきたもんだから、の手だよね。でもこの左手何なんだろうね。何かを持たせたくなる手だよね。ってことはアスガルド人だったらやっぱり酒でしょう。ぐいっと大ジョッキでいって、もう一杯。
付属品はこんな感じ。最後はポージング。というわけでいかがでしたでしょうか。今回ご紹介しましたこちら、マーベルレジェンドインフィニティサーガオーディン。いやー、アーマーの造形とも、そして何よりアンソニー・ホプキンスのこの厳格な表情が最高にかっこいいフィギュアですね。で、何気にね、この可動もマーベルレジェンド特有のガッガチガチに硬くて壊れるんじゃないかっていうところもないし、まあね、クリックのゆるゆるのね、あの微妙なところもあまりないので、動かしててもね、遊びやすいフィギュアではあります。まあでもね、キャラクター的にこんな風にすだちで立たせておくだけでね、もう他のキャラクターもね、こうやって生えてきますからね。もうね、まさにあなたのお家のフィギュア棚がアスガルドになるのですと。うまいこと言った。今回も大満足でした。いつも動画を見てくれてありがとう。この動画が楽しかった、ためになったと思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それからコメント何でもお待ちしております。ジェイズホビーベースの公式ツイッターもぜひご利用ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。